こんにちは、山の草尾です。電力不足が叫ばれていますが、今日も元気に山野草を紹介していきます。今回は6月18日に撮影した4種類の山野草と山野草クイズ、これ何をお送りします。黒花ローゲの花が咲き始めたところですね。まだつぼみもあります。黄色い小さい花を咲かせているのはヤブタビラコです。
山帽子です。この木は赤い花と白い花が混じって咲いています。その反対側にある山帽子は、こちらは全部真っ白です。上田ビソウは、オカブとミカブがありまして、その見分け方についても説明します。これこの葉の付け根のところに小さな、これ花なんですけども、こういうふうにもうぴったりくっつくか、うーんと短くて、ほとんどこうくっついてるように見えるのがメカブです。メスの子ですね、はい、こんな風に全然軸がなく立ち上がらずにぴったりとくっついています。これも上葉みそうなんですけども、これは花が葉の付け根から軸が出て2センチぐらい上に花がついています。こういう風に、軸があるのは大株ですね、オスの方の株です。こちらは雌花で柄が全然なくて、葉っぱにくっついてるように見えます。ちょっとフィンナーにつけました。ここに1本だけ大花があって、あと大花がなくて、あとみんな雌花です。こういう変わったのもあるんだ。雌花、大花、雌花、雌花、雌花。
前回の山野草クイズの回答を発表します。今回も5問出しますので、名前を考えてみてください。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。